転車で巡る名古屋和菓子旅。スタートは熱田神宮北ポートです。おーい、こっちこっち。おはよう。今回旅をするのは名城大学の留学生ロさんと岡村くん、内田さん。名古屋を知ってもらおうとサイクリングに誘いました。今年日本にやってきた私ロと、借りてこばえてで行く名古屋和菓子旅。借りてこバイクの使い方は簡単。事前にスマホで会員登録すれば、専用アプリで QR コードを読み込むだけです。さあ、出発です。電動アシスト付きなので魚、楽だねこれ。およそ10分で東門に到着です。早速熱田神宮で参拝と記念撮影。老舗の和菓子店亀屋義弘で季節限定の和菓子をいただきます。わー、すごい美味しそう。うん、栗がたくさん入ってる。あんこも甘すぎなくて美味しいし、うん、栗美味しい。栗美味しいね、これね。店を出ると旧東海道の看板。旧東海道が意外に細い道だったことに驚きました。夕日に迎えられてゴールの七里の渡しに到着。今日たくさんいろんなところ回ったね。どうだった？日本の和菓子たくさん食べて、うん、もっと好きになった。よかった。一日を振り返り、3人で最後に1枚。はい、チーズ。